クサンティは北部ギリシャの都市で東マケドニアトラキア地方の県であるクサンティ県の県とでもあるクサンティまたはクサンテアの歴史は紀元前879年に遡るクサンティは小規模の集落として成立しトラキア地方の侵略や災害民族構想内乱といった動乱の時代を経たオスマン帝国時代となるまでに クサンティの人口はほとんどなくなり、ほぼすべてが破壊されていた。そして、オスマン帝国時代に、小アジアの奥地から入植した。こうして、ゲニセアは建設されたが、一方で、オレオとクーサンティは、主にギリシャ人、キリスト教徒の中心地のままであった。1715年までは、クサンティは、ゲニセアと同様に、タバコの質の高さで有名であった。 ヨーロッパへのタバコの商売によって、クサンティは繁栄した。1829年の3月と4月に起こった2度の地震で、クサンティは壊滅した。クサンティの町の再建はすぐに行われた。1870年には、ゲニセアの町が焼け落ち、代理店やサービス業がクサンティに移転した。そのために、クサンティの人口は約1万人に増加した。1891年には、 町の近くに鉄道が建設され、経済は飛躍的に成長し、学校や会社が建設された。1912年には、ブルガリアがクサンティを攻略した。しかし、8ヶ月後には、ギリシャがクサンティを攻略した。その後の条約で、クサンティを含む西トラキア地方はブルガリアに割上された。そして、ブルガリアの西トラキア地方の支配は、 第一次世界大戦後まで続いた。戦後、ブルガリアの敗北を受けて、西トラキア地方は、1919年から1920年まで、ギリシャの一部となった。現在のクサンティは、近代的な都市であり、歴史と伝統、習慣の豊かさは、多くの訪問客の引きつける。2月と5月のどちらかに開催される祭りと、9月の初めに開催される、 旧市街祭り、そして毎週土曜に開かれる、クサンティバザールは見る価値がある。クサンティは、線の色の街として知られているのである。ありがとうございます。